まあ今3社までなったのは何かというと、これだと4、5、6、7、8、9、10とかしてるんです。あ、そう、多様性になってくると何が起こるかというと、結局最終的にはこれが10万人ぐらいの出演者が出てくると、まあ、記者も含めて。そうすると、まあ、集合地になるわけですよね、はいはい。極端なところに行くと止めるところがあるから。うん、そういう意味では、どんどん増やすことをしているのは、そういう意味では、健全性と言論の多様性を担保することによって、そういう暴走とか偏りを、未然に防ぐことができるね。なるほど。だから実は今日はできるかどうかわからないけど、新しい AI の今日初お見えするはずなんですけど。もうこの辺で。そうなんですか。出る。出しますか。じゃあ竹中さん、何かその、はい、今日初登場の AI に何か質問をしてほしいんですよ、僕が、はい、今そこで一人語り、音声インターフェースがついてるってことですか、ね、え、はい、あ、それは誰かが打ってくれる、中島君の方で、はい、拾うんで、音を拾う、勝手に設計します、はい、東京のライブハウスで、今の盛り上がりを、あ、難しいな、ライブハウスがこれ以上、今以上に盛り上がるにはどうすればいいですか。東京のライブハウスの未来ってこと。未来。東京のライブハウスの未来。将来。東京のライブハウスの未来。これ呼び込みをしてるのこれ。時間かかります。じゃあ、もうちょい。ちょっとお話しましょうか、じゃあ。こう聞いてる皆さんが、僕見てて、ちょっとし、僕自身が予想して心配なことが、AI で生成されたものにそれほど価値を感じないっていう問題って常にあると思ってるんですよね。で、その時に今の少なくとも日本語で話す人たちが、それをどう克服するかっていうのは、時間がかかる、時間を経ると AI に慣れてくるっていうのもあるとは思うんですけど、僕は、プロセスのどこかで必ず人間が関わってる。だから人間が何かを言って、それを起点にして、それが展開されているということに、きちんと認識をその新たにすると、まあその価値があるんだろうっていうふうに、まあ自動的に思ってもらえると思うんですよ。そういう意味で、そのオペード24が、その AI の安っぽさ、あえて言いますけど、安っぽさを克服するためには、例えば一時情報で、人間が関わっている。で、取材に行く必要がないっていうふうに、上杉さんおっしゃいましたけど、例えば、その、タレコミができるような窓口が常にあって、で、そこでは人間が、何かを喋るわけですよね。なんか、今火事が起こってますみたいな、この恵比寿で火事が起こってますみたいなことを言うと、その裏を瞬間的にその AI が集めて、取りで、それが確からしいのであれば、まあ、なんかその、ニュース化されるみたいなプロセスがあって、でそうすると不特定多数の人がその、AI に対して垂れ込んだものが、ここに出てくるみたいなことがあるっていうことを知られるだけで、あ、なんかもしかしたらそういうリアルタイムのローカル情報を含めた政治情報を含めたなんかいろんなものが塊としてやってくるんだなっていうふうに思われると思うんですよね。そうですね、はい、だから人間を介在させるっていうことをうまく使うっていう必要があるように思います。ちょっと誤解があるかもしれないですけど、僕が言ってるのは、はい、AI に全部取って変えるんじゃなくて、うん、AI にやらせる仕事はやらせちゃえと、はい、これストレートニュースとか、まあ、分かりやすく言うと通信社、うん、共同通信とか時事通信とかロイターとかね、そういう通信社のブルーバグとか、これは AI でできるんですよ。で、本来はそれ AI でできるものを日本の記者はわざわざ記者会見に行ってペコペコペコってやって、誰もできることを記者の仕事だって言ってるから、そのタレントを損失なんで、これをそこに導入して、一般の普通でそれで余った記者はみんな取材に出ろと、寺山修司じゃないけどね、パソコンを捨ててね、現場に行けと、普通の人が言って、日本のジャーナリストは現場に行かないんですよ、全く。で、現場に行かないんで、ちゃんと現場に行くようにしろという意味で AI を導入しよう。だからむしろ人間が、やる仕事が増えてくるんですね、ジャーナリストに思って。本来、うん、そうです。それ導入すると、はい、で完全な AI のやつはノーボーダーの例えばオペード24っていうのを作るんですよ、はい、ベースを作るんで、はい、例えば最終的な取材はこれ人間しかできないから、はい、でそこはもっと生きるわけです、はい、これまでどうでもいいこんなカチャカチャに費やしたものを、そっちに導入すれば
はい、エネルギーも時間も、より良い企業を作れるので、まあ、そういう意味でメディアで言うと大きな革命期に来たなと。そうですね、ということで、それがまず一つ、うん、AI の声がどうできないのか、もしかして待ってる、OK、はい、じゃあ見ましょう。一は AI 上杉です。竹中さんの質問にお答えします。東京のライブハウスが今以上に盛り上がるためには以下のような取り組みが考えられます。ライブ配信の積極的活用。ライブハウスはライブ配信により幅広い視聴者にアクセスすることができます。これによりビジュアルのインパクトが厚すぎて話が入る。いや、でもこれが今これスタートです、まあ、いわばAI プーチンとはプーチンの会話ですよ、はい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 、でこれを僕が番組に出れないときにこれ彼を出せばいいわけですよ。確かに。でもっと言うならば一緒に出て2人でもうゲストで誰も来てくれないときに AI 上杉で上杉で戦って大論争になるというそれも一つの番組成立で、もっと言うならば例えばメタバース空間で、自分のアバターを作って行ってるんだけど毎日入れないじゃないですか。で代わりに彼を出しておけばずっと動くとかで、こういうことができると。でこれをもっと言えばもっとビジネスでやれば、チャットボット的なもので置いとくのを例えばなんとかコンシェルジュとかを全部これに取り替えればいいんですよ。で先ほどあれ下井さんでしたっけ、竹中さんで言ってたしあのタレントさんがこれ一番最初使えると思うんですよ。自分の会を置いとけば要するにこれファンクラブを作っといて彼女とか彼に言わせてしまえばいける。で今言ったようにライブハウスもとりあえずこのこれ、まあ、声も含めて全部できるようになりますから、こういうものを やっといて映画とかで最後の最後に本人が登場するとかね、そういうこともできるし、でも本当に分身として使える。あとはビジネスで言えばインタビューしに行くのはこういうのにインタビューしに行ったり、あるいはどっかのプレゼンしに行くんだったら彼にプレゼンしてもらうとか。プレゼンはありますよね、うん、行きますよね、行きます。で対応型だからその会場からじゃあ質問に答えますって言って、走っていたら質問させたら今ちょっと時間かかったけどもっと早いんで、それでパッ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 質問するともうそれで成立しちゃうという。AI プレスリーは、うん、この後、はい、奥江戸に、うん、この後出演してくるんです。あ、これね、で、うん、すごいな。そうすると解説委員として解説すると、はいはい、でこれは何かというとメンバーから多分読み込ませてるんでしょうけど、うんうん、上杉隆が過去に例えば53冊書いた本とか、うん、発表したものとか、それこそコメントしたものを中心にスコアリングして彼の発言にしてくると。最終的には私自身の方に寄ってくることになるんですよ。でそういうことが、まあ、もう現実に起こることができるようになったと。コンテクストを AI より保持させるために、はい、どういうところに手を入れていけばいいのかな。今の AI って感じられてる方がどれぐらいいるかわからないんですけど、まあ、元のデータってでっかいインターネットのテキストの塊でしょ。まあテキスト以外のものももう取り込めるようになりつつあるんですけども、つまり過去の長期記憶なんですよ。で、僕らは別に長期記憶だけで生きてるわけではありませんよね。だから今ここの匂いを、まあ無意識に鼻が取り入れてるわけですよね。で、こんなものを明日のこの時間にこう正確に思い出そうと思っても思い出せませんよね。だからその短期記憶に入れられて、で、その場その場でこう消えていくもの。でもこれも合わせて会話をしたりとかしてますよね。だから、すごくよりその蒸発しやすいというか、短期で、身の回りで役に立つような情報というのは必ずあって、で、それを取り込むことでより人間らしくなるというか、その今の脳の働きに近くなるということは間違いないんですよね。だからそれを、今後、それこそ愛護とか、あと、ペッパー君の中に GPT 入れたときに、人間っぽく感じるとか、やりとりが面白いっていうふうに感じる場合、そっち側のその能力の補完が絶対に必要なんです。なるほど。なんか、僕らって会話してるときに、なんか忘れてたことなんだけど、なんかふとパッて思い出して、そうですね。それをこう会話に差し込んだりするじゃないですか。しますね。そういうことも後々 AI っていうのはするようになるんですか？あ、それはもう全然できると思います。あ、そうなんだ。はい。よくアメリカの映画で過去の映画を
突然引用して、でセリフそのまま言ったりするじゃないですか、うん、あの GPT に関して言うとそれを全て知っている、まあ、確かにやべえやつなんで、うん、だから差し込んでいいよって言ったら無限に差し込んでくると思う。